ことが起きてて、ちゃんとやっぱり変えて、いや、今までの路線とは違って、これから PCR をしっかりやって、それをやらないと次のところに進まないんですよ、ということをやらなきゃいけない。それと僕はもう一つ、大きな問題だと思うのは、院内感染が進んでた、一番最初に起きてるのは、あれですよ、エイズ総合病院とかですね、北東病院とか、との関係の施設だったわけですよ。その辺の話を、小池さん全然しないで、そういうふうなことをはっきりしないままですね、皆さん、このスーパー並んでくださいとか、8割減らしてくださいとかっていう、国民をなんかこう、ああすれこうすれというようなことをばっか言っててですね、本来自分がやるべきこと、自分がきちんと情報を出すべきこと、そういうことができてないんじゃないか。だからこれから僕はいろんな意味で、小池さんの政治責任が問われるようなことが出てくると思うんですけど、そんなことになる前にですね、体制を早く変えなきゃ僕はいけないと思いますね。山田さん。いや、実はメディアの問題もすごくこれ大きいと思うんですね。要するに、小池さんが何か言うたびに、大体夕方の時間に記者会見とかされていますが、スーパーの問題、公園の問題、いろいろ議論しますけども、一番は山田さんおっしゃったように、例えば北東病院っていう、非常に大きな、近代的な拠点病院で、どうして院内感染が起きてしまったのか。それがどうしたらとどめられたのか。で、これからこれを繰り返さない対策は何かっていうことを、やっぱり東京都が率先して、こういう調査をしました。こういうことが分かりました。発信しなければいけないんですね。一応何人の方感染したっていう情報は、東京都のサイトに出てますけれども、それ以上のことは何も出ていない。ある意味で東京都は、その院内感染についての知見を持ってるわけですから、それをちゃんと地域の病院に全部渡してですね、なるほど、これを気をつけていれば、その院内感染の危険は少し減るのかっていうような、そういうこと役割が全くできていないということは強く感じますね。やっぱり情報開示の問題だと思うんですよね。特に今、保坂さんおっしゃったように、都立北東病院というところは、もともとあそこは感染症の指定医療機関ですから、クルーズ船のお客で感染した人だとか、それがあとどんどん出てきた人たちも、引き受けたところですよね。で、なおかつ救急もやるっていうところで、都にしてはものすごくこれは重要な病院の一つだと思うんですね。で、それが先ほど山田さんおっしゃったようにですね、院内感染が起きてるんだけども、どういう経路で、どれだけこうの規模で起きて、そして今どれをどういうふうにその調査してるのかっていうようなですね、現在進行形の情報っていうのがなかなかどこから出てこない。そこが非常にこう、もどかしいところですね。それはやっぱりね、記者会見でやっぱり記者がちゃんと聞かなきゃいけないところだと思うんですよ。メディアの問題だって言ったのは山田さん、ごめんなさいね。要するに発表をただ流すだけになっていて、今記者は取材禁止されてるらしいんですよね。取材しちゃいけないと。じゃあ、要するに接触すると、リスクがあるからということで。そういう意味で。ほとんど取材機能は働いていなくて、垂れ流しになっていると。いわゆる記者会見でこういうことを言ったっていうのを書くと。いう、ある種の戦中のようなね、中身は違いますけども、そういう形になっていて、今山田さんおっしゃったような視点で、独自のこう取材と事実で問題を投げかけるような報道っていうのが、やっぱり途絶えているという問題が大きいんじゃないでしょうか。あと感染実態もですね、やはり慶応病院がああいうふうな形の小さな数字ですよね、自分たちの。だったらね、ああいうことをね、都がやってるはずですよ。仮にやってなかったら怠慢だと思うんですよ。そういうなんか自分たちは数字を持ってて、これは大変だなとか思ってるけど、言わないんじゃないかなっていうのが僕は一番心配で、なんか説教みたいな話ばっかして、鈴木さんに言う小池劇場でね、煙巻いてるけど、本当の都がやらなきゃならないことはそういうことじゃ僕はないと思うんです。これから、こういうところをですね、今、しょうがないですよ、初め。でも、どん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 そういうことを我々、遅ればせながら追求していかなきゃいけないんじゃないかと思いますけどね。